夢にまで見たような世界で争いもなく平和に暮らしたい。もう我慢ばっかしてらんないよ、言いたいことは言わなくちゃ。帰り道夕暮れのバス停、落ち込んだ背中にバイバイバイ。君のファイティングポーズ見せなきゃ、oh oh。 夢にまで見たような世界は争いもなく平和な日常。でも現実は日々トラブって、たまに悔やんだりしてる。そんな Lonely Days、 きっと嘘なまで見たようなスイープラー。恋人たちは隠れ家を探すの、でも現実は会えない日が続きながらも信じてるの。 Lonely Days、 Oh yeah、 Oh つまずいたって Way to goこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。死神、それは現世の霊的守護神、この世に満ちる善悪入り混じった魂魄を監視する魂のバランサーである。ソウルソサイティを混乱に陥れたアイゼンがついに動き出した。死神とホローの境界を取り除く物質宝玉によって生み出されたアランカンがカラクラ町に出現する。クソ、体が動かねえ。俺がてめえを拒否した、今度は俺の邪魔をするってわけかよ。クソ。ウルキオラとヤミーに敗れた一夢だったが、ウラハラとヨルイチの力でかろうじてこれを撃退した。落ち込む一夢の前に、対アランカルのためにソウルソサエティから派遣された室ヶ谷先遣隊が現れる。カワケ、貴様がこの間ボコボコにやられた連中のことだ。正確にはメノスの中にさらに3つの階級が存在するんだ。1つ目はギリ、2つ目はアジューカス、そして三つ目がバストロード、最上級のメノス。大きさは人間と同等、数は極めて少なく、ウェコムンド全域に数体しかいないと言われているが、はっきり言う、このバストロード級の戦闘能力は隊長格より上だ。もし現時点でアイゼンの元にこのバストロード級が10体以上いたら、ソウルソサイティは終わりだ。ただいま戻りました、アイゼン様。おかえり、ウルキオラ、ヤミ。さあ、成果を聞かせておくれ。我ら二重の同胞の前で。見せてくれ、ウルキオラ。君が現世で見たもの、感じたもの、すべてを。はい。どうぞ。ご覧ください。なるほど。それで彼をこの程度では殺す価値なしと判断したというわけか。はい。我らの妨げとなるようなら殺せ、とのご命令でしたので。ぬりな、こんな奴ら俺なら最初の一撃で潰してるぜ。グリム長、理屈がどうだろうが、殺せって一言が命令に入ってんなら殺した方がいいに決まってんだろうが。あ、同感だな。いずれにしろ敵だ。やる価値はなくとも生かす価値などさらにない。だいたいヤミ、てめえはボコボコにやられてんじゃねえか。それで殺す価値なしとか言っても殺せませんでしたにしか聞こえねえよ。てめえ、グリム長、今の見てなかったのかよ。俺がやられたのは下駄の男と黒い女だ。わかんねえやつだな。俺ならその二人も一撃で殺すってんだよ。なんだと。よせ、グリム長。我々にとって問題なのは今のこいつじゃないってことはわかるか。ああ、アイゼン様が警戒されているのは現在のこいつではなく、こいつの成長率だ。確かにこいつの潜在能力は相当なものだった。だがそれはその大きさに不釣り合いなほど不安定で、このまま放っておけば自滅する可能性も、こちらの手駒にできる可能性もあると俺は踏んだ。だからやらずに帰ってきたんだ。それが塗りって言ってんだよ。そいつはてめえの予測以上にでかくなって俺らに盾ついたら、てめえはどうするってんだよ。その時は
俺が始末するさ。それで文句はないだろう。そうだな、それで構わないよ。君の好きにするといい、ウルキオラ。ありがとうございます。ねえ、本当にそんなやり方で出るの？おお、出た。これこれ。なんかイメージ的に汚そう。こんな簡単にギコンガンが出ちゃうなんて、シンプルっていうか無茶な作りだわ。さすが技術開発局、やることが違うわね。よーってば。なんだよ。お前らいつ帰んだよ。何言ってんだ、帰んねえよ。アランカレどもとの戦いが終わるまではこっちにいるぞ。いるぜって、寝るとことかどうすんだよ。言っとくけど、うちにはこんな人数止めるスペースねえかんな。私も止め。いや普通に考えたらあんたが一番ダメだろ。てか、なんで自分はオッケーだと思ってたのかわかんねえよ。何してんだ、ほら、ボタン1個外してもダメなもんはダメだからな。スカートちょっと開けてもダメだ。くしょ、そんな言い訳には屈しねえ、断じて屈しねえ男だね、俺は。だったら指の隙間閉じたらどうだ。まあ、とりあえず私は織姫のとこ止めてもらうわ。もらうわって、もう井上に許可取ったのかよ。取ってないけど、あの子は頼めば宿は言わないわよ。井上さんと南国さんの二人が同じ部屋に寝泊まり。うわぁ、なんという銀弾の花園。そんな花園にマスコットキャラはお一つ。隊長も来ます？行くか、ボケ。来ればいいのに、楽しいですよ。お前かな。俺らも行くぜ。当てがあんのか？あるわけねえだろ。気遣いは無用だ。何よりてめえの世話にはならねえ。自分の寝床ぐらい自分で探すさ。僕と隠して歩いた方がいいぞ。さて、俺も浦原さんとこに行くぜ。また居候すんのか？誰がするか、あんなとこ。けどよ、ちょっと聞きてえこともあるしな。そうか、気をつけろよ。で、お前はどこに泊まる気だ？待ってくれ、ルキア。ボケ、私の寝床と言えばここしかなかろう。アホか、お前もう後ろ家族に見られてんだぞ。なんて言い訳するか。話聞けこら。あ、ホローの匂いだ。かだしてく？ほっとけ、めんどくせえ。車谷とかいう担当の死神がいるだろ。うん、そうだね。でもホローの匂いにしては何か。何ずっと悩んでんだ、私バカみて。でね、黒崎くんが元気になったの。それでね、それでやっぱり朽木さんはすごいな。ちょっとだけ羨ましいや。そんなこんなで、私は住む場所も食べるお金もがっつりなくしてしまったのでした。止めてあげてよ、お父さん。よし、来てあげて。ちょうどお父さんもそう思ってたところだ。諦めて止まっていきなさい、ルキアちゃん。いやいや、もうちょい隠して親指立てろよ。演技だってバレるぞ。母さん聞いてくれ、母さん。父さんは今3人目の娘ができました。まあ、あのはしゃぎようじゃ疑ってる気配すらねえけどな。いやー、あん時俺は確実に思ったね。制服って着る人次第で刃にもなるものなんですね。僕らの理性という鋼の鎧をあの刀なく切り捨てる無敵の刃に。うるさいな、置いてくよ。ちょっとリアクションすらなし。大きな話。おい、ちょ待ってくれよ。お、なんだあれ。マジで置いていきますよ、浅野さん。警護。いやいや、だってさ、今更にダイリアルな怪獣がさ。勘弁してくださいよ、浅野さん。いやあ、泊まりたい？うちにですか？いいですけど、なんで。あ、ナイスセット。そうやってくれ、止まって。そういうところ大好きよ、オリム。
そうと決まればお風呂貸して。今日はしゃいだから汗かいちゃってさ。谷間に。お風呂はこっちの。織姫も入ろうよ。え、私はもう入って、痛いよ、ランゲット。あ、ちょっと待った。行くとこなかったら入ってきてもいいですからね。うるせえ。お湯加減どうですか？いいわよ。ちょっと狭いけど。すいません。ああ、ごめん。そういう意味じゃないのよ。あんたさ、今日なんでそんな元気ないの？え、そんなことないですよ。相談しなさいよ。聞いてあげるから。いや、でも、元気なくなんてない。相談しないと痛いことするわよ。弱くてすいませんでした。次は絶対お前を守るから。朽木さんってすごいですよね。あんなにずっと元気なかった黒崎くんを元気にしてくれて、ガツンって一発で元気にしちゃって。私、嫌な子ですよね。黒崎くんが元気になればそれだけでいいって、そう思ってたはずなのに、朽木さんが戻ってきて、黒崎くんを元気にしてくれて、すごく嬉しかったはずなのに、なのに、私、朽木さんに嫉妬してる。朽木さんは優しくて強くて綺麗で、黒崎くんを元気にしてくれて大好きなのに、なんで私こんな、学校ではそんなこと思わないのに、家に帰って一人になると全然ダメなの。やだ、私格好悪い、いやらしいよ。ランゲクさん、バカな子。バカね。そのままでいいのよ。あんたも、朽木も。一号はまだ一人で立てないガキだから。今のあの子には、あんたも朽木も必要なの。焼いて何が格好悪いの？あんた、そうして自分の重いところちゃんと受け止めようとしてるじゃない。知ってる？そういうの。逃げ回って相手にぶつけた方がどんなに楽か。逃げずに受け止めようとしてるだけ。あんた、十分かっこいいのよ、織姫。よしよしよし、泣け泣け、この野郎。私の胸でドーンと受け止めてやる。揃ったか。誰にも見られてねえだろうな。無論だ。グリム嬢。なんだ。ここへ来る途中、複数の強い霊圧を感じた。ウルキオラの報告と一致しない。チッ。ペスキスを全開にしろ。思った通りだ。めちゃめちゃ増えてやがる。ソウルソサエティから援軍を呼びやがったか。ごたく並べてねえで鼻から叩いときゃこんな面倒にはならねえのによ。だからてめえは無理言ってんだ、ウルキオラ。ビロエ、シャウロ、エドラド、エールホルト、ラキーム、完璧に捕捉しろ。少しでも霊圧のある奴は全員だ。普通に妹たちの部屋をあてがわれてしまった。ま、そりゃそうなるだろうな。私は貴様の押し入れに泊まるつもりだったのだぞ。知らねえよ、親父に言う。そのためにあの小汚い押し入れを改造する道具を持ってきたのだ。おめえ、呼び員、天木小窓。なおさらダメだ。
つうかてめえ今うっかり小汚いとか言ったろ。どうぞ。なんだよ変な顔。うるせえ。妙だと思わねえか、弓近。何がだい？こいつだ。手握りおむすび。手握りでこれだけ綺麗に、しかもこんな複雑な袋に詰め込んだ握り飯、そこら中の店にあれだけずらりと並べてやがる。しかも売り子に聞きゃ、日に何度も入れ替えるって話じゃねえか。とても正気の沙汰じゃねえ。あの売り子の女にそんな器量があるとは思えねえ。俺は裏で糸を引いてる奴がいると見たぜ。奇遇だね。僕もちょうど今そこに思い立ったところさ。はぁー、食った食った満足。うまかったわ織姫。あ、本当？本当よ。見た目はあれだけど味は良かったわよ。よかった。いくら作っても誰も食べてくんないから、もしかしたら私の舌がおかしいのかと思ってたの。そうだ、アイス食べる？ランギクさん。お、いいね。ね、いろいろトッピングすると美味しいですよ。どれにします？ん？まーい！織姫のは何入れてたの？食べてみますか？なんかすごいのね。でもいいかも。おー！全員、補足は完了したか。遠慮も区別も必要ねえ。少しでも霊圧のあるやつは残らず皆殺しだ。一匹たりとも逃がすんじゃねえぞ。くせ！天差残月の刃はまるで貴様の腹の中のように真っ黒だな。うるせえ。普段のてめえの方がよっぽど腹黒いじゃねえか。何を言う。私の心はこの残白刀のように白く澄んでいるのだ。なんだその残白刀。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。死神図鑑。郵便物が届きました。どうぞ。山田七席、残りは？はい、小木道八席宛てです。ほとんど女性からですね。小木道八席は女の人にモテますからね。なぜあの男がモテるのか全くわからん。そうですよね。家村三席の方がいいところいっぱいありますよ。例えば？ああ。ないのかー！